今から皆さんに2つ質問していきたいと思います。何も見ずに記憶だけでちょっと思い出して答えてみてください。まず第1問です。今日は皆さんが実際に学校で受けた授業の時間割を教えてください。時間割です。いきますよ。5、4、3、2、1、どうぞ。そして第2問はですね、その受けた授業の中でできれば国数英理社、まあ、主要5科目と言われるそっちの科目のどれかなんですけど、まあ、最初の時期なので例えば自己紹介だったりとかあまり授業がね進んでないっていう科目もあると思うんで、それを除いてもらって割とちゃんと授業教科書とかねプリントとか使って授業進んだなっていう科目を1個選んでください。これはどれでもいいです。いいですか？1個選びました。じゃあその授業を思い出した時に、その今日まあ45分50分、まあ、大学ならね80分90分あると思うんですけど、その授業の中のポイント、皆さんがポイントだったなと思うものは何でしょうか。5、4、3、2、1、言えますか？改めましてどうも、あいちです。新生活が始まりまして、皆さん多分ドタバタな、ね、日々がまだ続いていると思います。あと1週間2週間経つとちょっとね慣れてきて余裕も生まれてくると思うんですが、まあ、このドタバタな時に、まあ、特にね新高校生が一番感じるんじゃないかなと思うんですけれども、やべえとついていける気がしない、授業もやっぱり思ったより早いし科目めちゃめちゃ増えるし、あ、やばいかもしれない。でもやばいけど、それにやばいと思ってそのやばさをね取り除くためにエネルギーを注ぐほどの余裕もないということで、そんな方たちがですね、まあ、結局まあ塾講師やってたんでどうなるかっていうと、基本的にそう皆さんが思ってる未来がやってきます。遅れ始めます。それは勉強関連でね、授業についていけないで、最初の定期テストのテスト勉強もうまくいかなくて、その中学校の時にね、まあ、このぐらいの成績だった方が見たことない順位取っちゃったんだけどみたいな風になって、あ、高校私ダメなんだってなって3年間ウィーって落ちていくっていう子が実際本当にいるんですよ。で、今回はそれを防いでほしくって、まあ、この動画を撮っていきます。で、今回のテーマはタイトルにもあるように、実際にみんなが受けてる授業をうまく使うっていうところ、それがテーマです。皆さん授業中って何しますかって、まあ、何をする時間ですかって、もしね質問された時に、いや別に普通に先生の説明を聞く時間とか勉強する時間って、まあねそれ相応の答えをね言ってくれると思うんですけど、まあ、今回冒頭でね特に問い2の部分ね、何がポイントでしたかっていう質問をした時に、おそらくですよ、まあちょっと言い切って悪いんですけど半分以上の方がハテナが出たと思います。なんだっけっていう、なんかあれ書いた気がするなとかね、あると思うんですけど、実はこの部分を毎回の授業で意識しておくだけで勉強効率ってめちゃくちゃ上がるんですよ。楽ができます。例えば45分とか50分の授業、まあ、大学生であれば80分90分の授業っていうのを、その50分間ずっと集中し続けるとか、50分間先生が説明してたやつとか自分が解いた問題を全部をマスターするなんてほぼ無理。いや 99.9% 無理だと思ってます。まあ、天才肌の方とかいるけどね、授業だけですげえ吸収してくる方とか実際いるけど、俺は無理なんですよ。そういうタイプじゃないです。その能力がない。ごめん。なのでもう割り切っていて、じゃあどうするかっていうと、全部を吸収することはできなくても、毎回授業にはさ、その大事だったポイントがあるわけです。数学だったらこの公式を覚えるための時間だったとか、こういうタイプの問題を今回は探求するというかね、できるようにする時間だったみたいな、まあ、はっきりしてるわけよ、テーマが。で、それを自分の中で掴めてるだけでも一番大事なところが、それさえね、その45分50分で吸収できたら、もう御の字よ、よくやった俺って思ってほしいんです。それだけのことって思うかもしれないんですが、まあ、50分の授業、まあ、毎日6時間とか7時間あるわけですよ、中高生とかだと。あとさ、受けなきゃいけないんだよ。で、それをまあ割とね、もう先生がですね、あんまりにも授業が分かりにくいと、でもこの授業受けても意味あんのかって言って、他の科目の内職とかする方もいます。まあ、それはそれで選択肢としてなしじゃないと思ってる。悪くはないけど基本的にやめた方がいいです。あの、内職っていうのはメンタルがある程度強くないとダメなんですよ。なんでかっていうと、あの、バレたらどうしようとかって思いながらやっちゃったりとか、周りとなんかいけないことしてるんじゃないかなみたいなことに思っちゃう子は絶対向いてない、内職には。だから基本的にはやっぱり授業はどんなに分かりにくいって思う先生でも受けた方が良くて、で、50分座ってなきゃいけないんだよ。みんなの貴重な貴重な時間を使ってそこにいるんだよね。で、受けなきゃいけないんだったら、一つでも多くのものを吸収したら得じゃねっていう話なの、俺のから思うのは。だってみんなさ、特に高校生とかなるとさ、時間なくなるでしょ。
家帰る時間も遅くなるし、やること多いし、バタバタだし、疲れるしっていうんで、みんなが勉強に避ける、まあ、自由にね、使える時間っていうのが物理的に減っていくんだよね。で、減っていってるのに、時間が減っていってるのに、やらなきゃいけないこと増えてんだぜ。いや、無理じゃねって話。だったら学校の授業をとにかく効率的に使うっていう発想をぜひ持ってください。実際に授業中にやってほしいこと、俺が思うね、やってほしいことを2つお伝えします。まず1つ目は最初に話したポイントの部分です。45分50分まるまる記憶はしなくていい。ただ授業を受けながら、先生のノートを取りながら、今回の授業中ではこれは覚えようって、これがこの50分でやるべきこと、ポイントだったんだっていうのが分かるようにしてください。だから、慣れてほしいのは、毎回ね、授業の最後ぐらいに、もう俺の声でもいいから、はい、この授業のポイント何だった？説明して。って言われてる気分。自分に言ってあげるの。この授業のポイント何だったんだろうって自分に心の中で質問してあげて、それが答えられるようになってほしい。に、答えられれば、アウトプットしてできるようになってれば、ある程度定着してるから。で、それができたら、もうちょっと欲を出すと、例えばそれをね、午前中2時間目とか授業に受けてるんだったら、昼休みとか、まあ、お昼ね、給食とかさ、弁当食べてる時間に、ちょっと思い出してほしい。2時間目のポイント何だったっけ？あ、今日あれだった。因数分解の公式だ。なんだっけ公式？みたいな。本当にそんなね、1分とかで終わるんよ。思い出す作業なんて。でもその1分の思い出す作業を定期的に入れてるだけで定着するぜ。家帰ってから、今日の復習しなきゃって、この公式やったらなんだっけってやるんじゃなくて、家帰った時に復習しなきゃの最初のスタートが公式入ってるんだぜ。これあったやった、あれだなって、昼休みにも思い出したしってなってたら、あと問題解くだけなんだよ。基本的にはやっぱり記憶するってものに時間かかっちゃうから、それを学校の中で済ましちゃえば、めちゃくちゃ家帰ってから楽ができます。なので、毎回授業が終わるとき、まあ授業をね、ちゃんとやって、その自己紹介とか以外だよ。授業をやったときの最後に、この授業のポイントは何だったんだっけ？何だっけ？っていうのを、すごいシンプルに説明してごらん。あれもこれもって言わなくていいから。シンプルに自分の中でアウトプットできるように、毎回自問自答する癖をぜひつけてください。そして授業中にやってほしいこと、二つ目。で、これはですね、家帰って、まあ勉強、まあある程度すると思うんですよ。特にまあ復習される方が多いと思うんですけど、自分がよくやんないでって言ってるのが、家に帰って、よし、勉強するぞっつって、まあ勉強机に座るじゃないですか。そっからやることを探す方です。今日のやつをこうね、ノートを見返したりとかして、何復習しよっかな、何やろうかなって。実は、勉強するものを考えたり見つけたり探すっていう作業って時間取られるんですよ。思った以上に。一回測ってごらん。タイマーとかで。思った以上にかかってるから。で、疲れるんですよ、そこそこ。だから何が起こるかって、何しよっかなーって、じゃあ数学はこのページで、理科は今日あったな、理科、じゃあここやるかーって決めて、まあ、15分、20分経つとするじゃないですか。ちょっとやりきった感がします。決めただけで。で、休憩みたいな。で、休憩しようと思ってスマホをいじったら、10分の休憩の端が1時間経ってる、もう寝なきゃじゃんみたいなことがマジで起こるから。で、この悪循環に落とさないためには何をするかっていうと、学校の授業中、授業を受けている時に、今日家に帰って復習する問題を決めちゃうんです。だって、実際は問いとか解くわけじゃん。問題とか解くでしょ、授業中に。一番解いてる瞬間が記憶が鮮明なんですよ。自分体感の気持ちも覚えてる。これは楽勝だったなっていう問題と、やべえ、これ多分怪しいわって。私多分これ絶対できなくなる気がするって、わかるでしょ。それが1時間2時間経った後に思い出してみ、記憶ってどんどん薄れるからね。そんな気がするになっちゃうんだよ。だから、どんどんこうなんだろう、ピンポイントにならなくなっちゃう。あとその記憶の部分がね。だから、授業を受けながら、今日はこれやんなきゃまずいなっていうものを、例えば自分で決めたマーカーの色をつけたりとか、俺付箋が好きなんだけど、付箋とかをつけて、このページを絶対家帰ったらやるぞっていうのを決めておく。あとは家帰ったらその順番だけだから。だって付箋のところ、これ復習しなきゃなって、今日5箇所ある、じゃあ5箇所どれからやろうかなだけで済むんだから。その最初の勉強スタートの部分のいらない時間、いらないって言ったら申し訳ないけど、カットできるはずの時間はぜひ授業中で決めちゃってください。という感じでね、まあ自分の方から2つ今回ね、授業中にやってほしいことを伝えさせていただきました。まあよく言うとね、もっといっぱいあるんですけど、一応これでもね、もっと熟考して専門ではあるのであるんですが、ひとまずこの2つができるようにしましょう。できるようになるだけで本当に勉強効率上がるから、上がる、保証する。
あの返金制度とかできないけど保証はする。そうで、あとは自分このチャンネルも9年やってるので、最初中学生だった方ももう社会人で働いてる方とかもいるんですよね。高校生だった方が大学生になってる方もいるので、多分見てる方いると思うんですよね。初先輩方、先輩ぜひね、あの皆さんがやってきた授業中、授業ではこういうことやった方がいいよ、こういうことを意識すると授業がうまく使えるよっていう経験談を後輩のために変えてください。多分俺がね、あーだこーだ言うよりも、年が近いね、皆さんが言ってくださる方が、響くと思います。それはもう経験談で分かってるので、でも、俺のやつもちょっと参考にして寂しいから。そう。でもね、ぜひね、皆さんのね、力も借りて、いいコメント欄にしていただけると嬉しいので、ご協力の方よろしくお願いします。ということでね、いろいろ話してきましたが、まだドタバタな日々が続くと思います。まあ、精神的にもね、結構グッてなると思うんですけど、皆さんのペースでいきましょう。周りと比べちゃうと思うんですけど、まずは皆さんのペース。自分の走りやすい頑張れるペースを掴んでもらって、その中でも、まあ、今日ね自分が話したアドバイスとか先輩が書いてくれたアドバイスを参考にしてもらって、もういい生活を送ってくれ。いい、苦しむために学校行くんじゃないんだから、いいかい、他の自分を充実させるためというか、スキルアップレベルアップするために学校に行くものだと思ってますので、ぜひねそういう生活になれる、まあ、力助けができたらなと思っておりますので、お互いね頑張っていきましょう。ということで本日は以上でございます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。